はい、ということでここはですね岡崎駅でございますけれども、今からですね、JR じゃなくて愛知環状鉄道にね、乗ろうと思います。JR とね愛環は、共通のね改札なので、ダッチ内乗り換えができるということでね、で券売機もこうやってね JR と愛環のね券売機がね仲良く並んでますね。で、運賃表もあるということでね、第3セクターなので割と高いですね。初乗りが170円、それは名鉄と一緒なんですけども、そうですね、ちょっと跳ね上がり方がちょっと高いですね。で終点の構造時が870円なんですよね。でこれ JR で行った場合はどうなるのかって言いますね、 JR の方が高いんですよね逆に。まあ金山経由っていうのもありますけどね、でもまあ JR の方が早いので、まあね、もうその100円高い分はまあ時間を買ったと思えばいいと思いますけどね。で愛環はまあ JR で100円安いんですけど、やっぱ単線とかもありますのでね、ちょっと時間がねかかってしまうんですけれども、まあそれはね、まあ利用者次第なので、まあ私は何とも言えないですけどね。券売機はこういう感じでね、まあ私愛知 DC フリーキップあるんでいいですけど、まあこうやって JR の買えるというとね、時刻表なんですけどもね、まあ毎週4分ぐらいあるんで別に不便な感じはしないですね。ただちょっと時間が、そうですね、1時間7分かかってしまうんですよね。愛知環状鉄道はね0番乗り場というところから発車しますので、京都駅みたいですね、0番乗り場ってね。で北の増田駅で乗り換えとなりますということでね、多分あれなんですかね、もう対面乗り換えできる感じなんですかね、それはちょっと乗ってみないと分かんないですけどね。愛環はね IC カードはね使えないんですけども、来年の春からねトイカが使えるようになりますので、ついにね多分 IC 使えるようにしてほしいという声がたくさん上がってたと思うんでね、いや念願だと思いますよ。あ、そうですね、 IC 抜けたって書いてありますね。でここがあれですね、使えるサービス開始 のあれですよね、時期ですよね。で駅名表なんですけども、こっちがね JR なんですよね。でこれ振り返ってみると、はい、もう色変えただけですね。はい、もう色変えただけのデザインでね、愛環仕様になってます。Ladies and gentlemen, welcome to the Aichi Loop Line.
This train is bound for Hozoji. All cars are not smoking cars. The next stop is Mutsuna.We will soon make a brief stop at Nakaokazaki. The doors on the left side will open. Passengers going to the Meitetsu line, please change trains at Nakaokazaki.The next stop is 北の松塚。この電車は車両を取り替えさせていただきますので、北の松塚駅でお乗り換えとなります。This train set will be replaced. Please change trains at 北の松塚。草でね途中下車したんですけどもね、ここはね愛知万博が開催された時にね大変思い出のある駅でして、ここからね今ちょっと見えにくいですかね、このリニモがね見えるんですけど、リニモにね乗り換えてね万博行ったのを覚えてますよ。で当時はその万博がね開催されている時だけ駅名がね万博屋草駅っていう名前だったんですよね。1番線に岡崎行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は2両編成です。 The train bound for 岡崎 will arrive shortly on track 1. Please stand behind the yellow line. The train is 2 cars long.
2番線に構造寺行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は4両編成です。 The train bound for 構造寺 will arrive shortly on track 2. Please stand behind the yellow line. The train is full platform.山口っていう駅でねちょっと降りてみましたけども、愛知県にもね山口って駅があるんですね。まあ周りはまあ住宅街って感じで、普通な感じですね。利用者も多そうで、ここねここから瀬戸市の入るので、瀬戸市に入るんですよね。八草駅までが豊田市みたいですね。ということでね、改めてねこの駅名表なんですけれども、肥前山口とかね、あとはなんとか山口とか山口なんとかって駅はあるとは思うんですけど、山口だけの駅で、あの山口県除いたら多分ここだけなんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということで、で JR とね連絡運輸してるんですけど、愛知県環状鉄道っていうのは、もし窓口で山口までって言ったら、果たしてどっちの山口駅の切符を発見するのかちょっと気になりますよね。ちょっと、はい、ということで下のね、改札口に来たんですけどね、一部の時間帯だけね駅員さんがいらっしゃるということで、今日は平日なので、7時からね、8時半まで、いるということでね、で券売機が1台というで自動改札はないんですけれども、ね、まあ一部の時間でもねこう人が多いね時間帯に駅員さんがいてくれるのは大変いいことだと思うんですよね。さあ今ね再度入場するときに駅員さんに見せたらね、ちょっと見せてくださいって言ってね興味津々でね、見てらっしゃいまして、記念にねこの入居員までいただいてね、いや本当にありがとうございましたね。いい記念になりますねこれはね。終点の、ね、構造寺駅に着きましたけれども、岡崎駅と同様ですね、ここも拉致台乗り換えができる駅でございまして、改札がね共用となっています。で、
駅名表がね、確かこれは JR 仕様なんですけど、ちゃんと愛川のね中水の駅も書いてあるんですよね。ここね、ここにちゃんと中水のって書いてありますね。でここがちょっと岡崎駅と違う部分ですね。はい、ということで名古屋駅にね、戻ってきたんですけれども、実はね、愛川に直通する、JR のね、列車もございますので、ここもね、見てもらうと瀬戸口ってね、明らかに JR の行き先じゃないですけどもね、これに乗ってちょっと瀬戸口まで、足を伸ばしてみたいと思いますね。方向幕もこうやってね、こうオリジナルっていうかね、こう瀬戸口構造時から愛川入るよっていうね、分かりやすいですね。これに乗って、瀬戸口もう一回ね愛川に乗ろうと思います。せっかくね愛知県の鉄道が乗り放題ですからね、こういうの活用してこういう直通運転のね列車に乗ろうと思います。まあ、ただ中央線内はちょっとね面白みないので、構造上手前あたりからねちょっと中心に取り上げていこうと思ってますのでね、よろしくお願いします。島根各駅に停まります。ただいまクレーム編成で運転しておりますが、高速駅にて後ろ寄り3両は締め切り扱いを行います。高速から先後ろ寄り3両扉は開きませんのでご注意ください。高速から先愛知環状鉄道ご利用の方は恐れ入ります、前寄り3両にご乗車ください。この列車この先愛知環状鉄道に入り、瀬戸口まで各駅に停まります。なおこの先後ろ寄り3両扉は開きませんのでご注意ください。高速から先愛知環状鉄道ご利用の方は前寄り3両にご乗車ください。後ろ寄り3両は扉は開きませんのでご注意ください。ということでね、瀬戸口に着きましたんでね、これで、愛川のね特集は、これで終わりでございます。ありがとうございました。